いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうも、はじめまして。心です。今日は楽しんでってくださいね。ああ、楽しませてもらう。はい、よろしくお願いいたします。楽しんでいってくださいね。次、どうします？お願いします。ほな、楽しみましょ。上流さんってめっちゃいい体してますよね。なんかやってはるんですか？圧巻と喧嘩をしてる。実践で鍛えてるってことですか？見せ金じゃないんや。すごっ。私、麻雀大好きなんですよ。上流さんは麻雀やったことあります？試してみるか？ぜひぜひ、今度、鉄麻しましょう。ありがとう。上流さんって人生経験豊富そうですよね。今までやったことで一番大きいことって何ですか？これからやるつもりだ。それは失礼しました。今も向上心の塊とは。上流さんのその姿勢見習わせていただきます。また来てくださいね。いらっしゃいませ。上流さん、今日も楽しもうな。私、歌とかダンスとか麻雀とかいろんなものに興味があるんです。まあ本業はお芝居なんですけどね。時間が足りなそうだな。ほんまそうなんですよ。1日48時間くらいあったら何でも好きなことできんのにな。次、どうします？お願いします。ほな、楽しみましょ。私、ハリウッド女優になるのが夢なんですけど、上流さんはでっか夢持ってますか？世界一周旅行だ。私もいろんなとこ行って、おいしいもん食べて、世界一周行きたい。上流さん、ここからもう一盛り上がりしていきましょう。イエーイ。今夜は盛り上がるぜ。イエーイ。夜はまだまだこれからですよ。うイエイ。楽しみましょう。
さんと。ありがとう。私将来ハリウッド女優になりたいんです。だから渡米のために資金貯めてるんです。頑張ってお金稼ぐぞ。ならじゃんじゃん指名しねえとな。上流さん話わかりすぎる。今日も思いっきり楽しみましょう。待ってますからね。いらっしゃいませ。指名してくれてありがとう。私のこと気に入ってくれたん？お客様の上流さんに言うことじゃないんですけど、最近何かと忙しくって、自分が二人いればなって。俺もたまにそう思う。ね、そう思いますよね。なんかそういうロボットとか開発されたらいいのにな。次どうします？お願いします。乾杯。私マッサージ好きなんですよ。でも最近行けてなくってめっちゃ肩凝ってる。俺も揉んでほしい。お互いボロボロですね。まあ飲めばなんとかなるでしょう。飲みましょう。仕事忙しすぎるとプライベート犠牲になったりして困りますよね。付き合ってる相手と会えへんくなったりとか。支えになってやりたいと思う。そんな風に言われたら私やったらイチコロですよ。お仕事も趣味もいろいろやりたいんですけど、時間もお金もめっちゃかかるんですよね。なんか諦めんとあかんのかな。諦めるな。貪欲に行け。そうですよね。上流さんの言葉で覚悟ができました。好きなこともやりながら渡米資金も食べてやります。私ならきっとできる。できる。この後お時間ありますか？もしよかったら一緒に出かけません？時間ならあるぜ。ありがとうございます。じゃあお店の前で待ち合わせしましょう。ほな、また後でね。お待たせしました。この時間来るんずっと楽しみにしてたんですよ。そいつは嬉しいな。それじゃ行くか。上流さん、お腹空いてません？きっとご飯まだですよね。そうだな。どこか入るか？それもいいですけど、せっかくやし手料理食べてくれませんか？
そいつは楽しみだな。ほんまに？決まりですね。それじゃあ、あそこで材料買っていってもいい？昨日オムライス作ってるから。もう邪魔したらあかんやん。そんなんしたら料理作られへんやろ。もうちょっとでできるから待っててな。恐竜さんのお口に合うかな。じゃあ、はい、恐竜さん、あーどう？美味しい？恐竜さん、今日もう遅いし、このまんまうちに泊まっていかへん？